アカウント削除にならないために重要なこと。これが何かということについてね、お話しします。Amazon アカウント削除されないためには、Amazon のガイドラインを理解してきちんと守ることが重要と。そんな机上の空論を信じている人が多いです。これは実際には Amazon を実践していない情報発信者の情報を信じていることに起因することが多いと。 ガイドラインを守ってもアカウントを削除されることはあります。またガイドラインを破ってもアカウントが削除されていない出品者も大勢いると。ルールはルール。しかし実際の運営にはルールがどうかということは大して意味を持たないことが多いです。これは Amazon に限らず日本にも普通に見られることです。法律では自転車は車道を走ると。歩行者は歩道,歩道は歩行者が歩く場所。 しかし、それを分かっている人は、取り締まる立場の警察官にも少数派と。ね。えー、歩道を我が物顔で自転車走ってるしね、えー。逆に車道を自転車が走ってると車のやつがね、何車道走ってるんだと思うこともあると。ね。だから、取り締まる側も運営してる側もね、利用してる側も、ルールなんてのは、えー、気にしてないしで、ルールを守らせる側もね、そのルールは一応あるけど、まあ、まあ、どうでもいいというかね、えー、実際とは違うという認識になってる。 それとエスカレーターは構造上安全のために歩かずに手すり捕まっているのが正しい乗り方。まあ、しかし、急いで片側を開け、急いでる人用に片側を開けて乗るのが一般的。ね、で片側を開けないと礼儀知らずだとトラブルに乗ったりします。ねまあ、これも構造上そうなってる、ねで。駅でたまーに2列になってね、片側を開けず乗ってくださいとか言ってますけど、まあ、そんなたまーにしかやってませんからね、まあえー、片側を 開けて乗らないと、まあ塞いで乗ってる人はね、えー、逆に嫌な思いをしたりとか、えー、なんで開けてねえんだとね、トラブルになったりします。Amazon でも状況は一緒。ルールはルール。しかし実際の上にはルールがどうどうかということは、大して意味を持たないことが多いです。Amazon が嫌う行動をしない。Amazon に損害をもたらす、えー、問題を起こす出品者と同じ行動をしないことが重要。 ルールうんぬんじゃなくてね、ルール破ったってそれがアマゾンがね、嫌う行動じゃなかったり、逆にね、アマゾンに損害をもたらす人がやってる出品者と同じ行動じゃなければ、まあほぼ問題にはなりません。逆にルールには合っていても、アマゾンが嫌う行動だったりね、えガイドラインには書いてないけどアマゾンがやってほしくない行動をやってみたりとか、あるいは、 ガイドラインでは違反じゃないんだけど、アマゾンに損害をもたらす出品者がやってるのと同じことをやってるのはね、確率的に、まあえー、同じことをやってるから、こいつも、えー、問題のある出品者だろうということで削除されちゃったりすると、ねまあ。ルールはどうなっていると気にすることは大した意味はないです。まあ、これはね、アマゾンへの対応のみならず、 まあ税関を通過するときとかのね、えー、税金面とか、えー、関税なんかの話でもそうですけど、まあ、どうもね、えー、その商売やってないというか、えー、まあ実際にまあビジネス経験がなくて、普通に会社勤めてて、学校を卒業して会社勤めてるだけとかって、標準的な日本の方はね、なんかルールをしてルールを守ってれば守られるというようなね、えー、考えになってる方多いんですけど、まあ、実際問題、その、 ルールを守ってるかどうかってことは、えー、守られる守らないとか大丈夫ダメとかいうのにはね、えー、それほど大きな意味は持たないと。まあ、それよりもね、えー、実践した人がどうなってるのか、ねえー、ルールを守っても痛い目に遭ってる人もいますし、まあ、ルールを破ってもね、えーまあ、ルールを破った方が安全なこともあるという,いう点を考えると、まあ、何が正解だかわからない。 で逆に何が正解だかわからないから、まあ実践したね、えー、結果、えー、これは大丈夫よこれは行動上危ないというノウハウを提供してますんで、まあ逆にね、えー、それ本当ルール上問題ないのかとかね、えー、ルールはこうなってるとか、調べたり思ったりすることは大して意味がなかったりしますんで、このね、えー、ルールを守れば大丈夫、ね、ガイドラインを守れば大丈夫とか、えー、法律守れば大丈夫というのはね、あまり鵜呑みにしないというか、信じすぎないようにしてください。 もちろんね、質問なんかでね、このノウハウ、まあ、これこれこうしろって言ったけど、これガイドラインに配してるけどいいんですかとかね、なんでそれガイドラインに違反してないのにダメなんですかとか、えー、ガイドラインに関すること、関税に関すること、ね、聞いていただいても全然 OK ですけど、まあ、ただサポートの、ねえー、目的は、 効率よくスムーズに安全にね、稼ぎ続けていただくことなんで、まあそのためにはね、えー、ルールうんぬんというより、まあ実際に運営上ね、えー、これをやったらルールには、ルール的には問題ないんだけど、えー、Amazon は、えー、排除する方向で運営してる。あるいはね、これルールは、えー、破ってるんだけど、まあ全然 Amazon 上ね、問題ないという形でサポートしてますんでね、アカウント削除にならないために重要なことは ルールを守ることではなく、ね、何をやったらアカウント削除をされるか、それと同じことをやらないで。何をやるとアカウント削除になりにくいか、それを守ると。ルールより身を取るというのが重要なんでね、まあ、その点は、えー、そういう前提でサポートしているということをあらかじめ理解していただくと、サポートの答えがスムーズに受け取れるのかと思います。